プロ野球ニュースの柴田です。2月15日に国内でオープン戦の第一戦、名護で日本ハム対ロッテのオープン戦が始まりましたが、大体現在50試合ぐらいを消化して新ストライクゾーンによっていろいろな変化が出てます。しかしいまいちこの変化が分かりません。今日はですね、皆さんと一緒にその新ストライクゾーンの変化をですね、もう一度研究してみたいと思ってます。1月10日に開かれたプロアマ合同野球規則委員会で、プロ側は大リーグ並みにストライクゾーンの拡大を主張。プロ野球のストライクゾーンはボール1個分に相当するおよそ 7.5 センチ低めに広がることになった。プロ側が今回のストライクゾーン見直しに踏み切った背景には、蛇行投擲の傾向を強めるプロ球界の現状がある。さあアウトコースだ、レフトへ飛んでいる、レフトへ飛んでいる、なおバック、なおバック、なおバック、特にセリーグではここ3年連続して20勝投手が出ていない。新人投手が20勝30勝稼いでいた時代とは覚醒の感がある。ここ数年まさに投手受難の時代が続いていたのである。また蛇行投擲は試合時間を長引かせる直接の引き金となった。投手は先発、中継ぎ、抑えと分業化の度を強め、それだけ時間が長くなる。74年には2時間32分だった平均試合時間が、84年には3時間10分と10年間で38分も長くなっている。この現状を打破し、ゲームのスピードアップを図ろうという狙いもあるのである。そしてセリーグ審判部はこのローボール時代に備えて東西合同の研修会に取り組んだ。去年がここまで、今年はここまで、これでストライク。新ストライクのボール1個分の低さがイメージをはるかに超えるものだったのか、冷静沈着をモットーとする審判たちもこの時ばかりは目を丸くして驚きの声を上げた。去年までのストライクゾーンだとボールだと思ってるやつがその糸に当たってて、今年からこれ行かなければいけないのかなという、ものすごく戸惑いはありますけども、まず勇気がいると思いますね。ですからね、ただボール1個引くような低くね、なるだけじゃないかっていうことがね、の難しさをね、今感じましたね。一方その頃パリーグ審判部はなぜかエアロビクスで体力作りに精を出していた。そして2月4日、セパ両リーグ審判員は東西2カ所に分かれて全員集合。新ストライクゾーンを確認するために初の合同研修会を開いた。ところが時間をかけた実地訓練とミーティングから出された結論は、去年までの審判員個々の判定からボール1個分下げるという頼りないものであった。審判たちが統一見解を出せずにいる間に12球団はキャンプに突入。ゲームでの判定を見ない限り対応のしようがないとしながらも、低め時代への手探りを始めていった。そして審判たちも各人各用の新ゾーンのイメージを抱いて各球団のキャンプに合流していった。じゃあよろしく、はい、お願いします。紅白戦で初めて生きた新ストライクを見た打者は、そのあまりの低さに驚きを隠そうとはしなかった。率からしたら3部か近く下がるんじゃないですか。普通の人は3分も下がりますか。やっぱり思いますね。あれじゃあちょっとピッチャー何十勝しちゃうんですかね。いや大変なことですよねこれね。ボール一つ二つって言いますけどね、野球変わっちゃうんじゃないですか。そして2月15日、例年より1週間早くプロ野球オープン戦が始まった。新ゾーンが適用される初めてのゲームとあって、選手たちの反応が注目を集めたが、案の定打者は新ストライクに戸惑い気味。見送りのストライクは両軍で18球もあった。また見送りは損だと察した打者が早打ちに転じ、低めのボールに手を出して凡退するケースも目立った。
まあ慣れるまでって言いますとやっぱり3年ぐらいかかるんじゃないですか。このように混迷の中スタートを切った新ストライクに対し12球団の首脳は何を考えているのだろうか。キャッチャーのね、その捕球の仕方ですね、これが姿勢が高い、そして腕をこう引いて取るいうとね、どうしてもそのボールに見がちなんですね。だから少しうんと低くして、あの手を伸ばして取ると、そういうようなこともそのやりましたし、バウンドボールの練習のもよくやったと思うんですね。はい、低めが多くなるとキャッチャーのスローイングの体勢の整えが少し遅れてきますね。したがって走らすということもね、大きな武器として使おうかなと思ってますけどね、まあ、あんまりいろんなことを言うとその作戦にこう差し支えますのでね、まあ、このぐらいでどうですか。まだ打ち切ってませんね。やはりどうしても高めのストライクゾーンを喜んで、先に手出して打っちゃいますね。だからピッチャーの方でもそういう球を打たれてますね。だからそれが一つのヒントになるかもしれませんがね。新発見というか変わったなというのは、高めの球も低くなってきたんですね。今までルール上では高めは今まで従来通りということでしょ、はい、で低めが一つということです、ところが低めがそのストライクに広がった分だけ高めが狭くなった。高めの球はね、やっぱりボールと言われるケースが多いですね。幅そのものはね、変わってないってことですよ。これにこう広がったんじゃなくて一緒に下がったという感じですね。これはもうちょっと気をつけなきゃいけないなと思うんですね。かなり審判も言ってますね、ストライクかなり思い切って低め取ってます。で、まあ、我々とすればそれをチェックしないといけないわけですね。試合終了後アンパイアと相談して、まあ、実際にあそこまで行けるものかどうか、もう一つはそのバッターに聞いて、確かめるわけですね。まあ、お互いにチェックを選手とアンパイアの間に入ってですね、やっとるというような感じですね。そのアンパイアによってまちまちなんですよ、割合にきっちり行く人と、まあ、もう低め何でも行ったろかっていう人とね、だからその辺のところの見極めをですね、まあ、やっていかない仕方ないなと思ってますけどね、はい、やはりアンパイアからの要望で、まあ、低く構えてくれと、見にくいからということも言われたんですけどね、だけどその低いボールから今度伸び上がってセカンドで投げないかんから、まあ、盗塁も非常に生きてくると思いますけどもね、確かにもうピッチャーのその非常に楽になってるんだから、うちのピッチャーにも言うてるんですけどね、その楽なとこへ掘り込まないかんということですけどね、だからその有利になったというようなものの、そこに投げるコントロールがなければね、それに生かされないわけでしょ。だからどんどんそのオープン戦でもってやりなさいって言うんだけど、実際にね、そのゲームになると我々が見てて低めのいいボール投げたなっていうのはまだ何球ぐらいしかないですね。これじゃいけないんだけどね。だから実際問題としてその、まあ、アンパイアの方の人も現在その新しいストライクゾーンでね、まあこれ低いの取ったなっていうような感じのも3試合やった中では2つか3つでしょ。そうですか。パ・リーグの人はもう本当思い切って低めの取ってるけどね、ただその低いところを取ってくれるからといってね、ピッチャーがねそこへポンポン掘るというのはなかなかこれ難しい仕事ですよね。まあ、従来のストライクゾーンでもなかなか低め掘るということは難しかったし、ですからまたそれよりも低く掘るということはかなりこう技術的に難しいことです。まあ、ピッチャーにはとにかく低く掘れです。もうワンバンでいいからどんどん掘れず、ですからキャッチャーにも全部その防具をつけさせても全部受けさせたんですよね。まあ、打つ方にはもう逆にその球を打ってもヒットになりにくい球がね、今度はストライクになったわけですから、やっぱりそれを2ストライクまでは打たないとね、ツーストライクはもうこれやむを得ないんですよね。まあ、それはなんとかファールになってくれればいいんだってぐらいの気持ちでね、いないと、あの打ちやすい球が来た時もその意識が低めばっかりいってるとこうミスっちゃうんですよね。ですからあんまりバッターの方は意識することないんじゃないですかね。投手陣にはね、やはりストライクゾーンがかなり思い切って今までの通った審判取ってますからね。ですからその低めをうまく利用する、特に落ちるボールをマスターする、それとまた低めに打者の目がいってますから、高めにこの
速い球をね、だから高低をうまくつくようなピッチングを考えてくれと。今度打者の方から言えばね、積極的に甘い球を逃さずにね、もう積極的に打っていくということですね。低めにあまり神経質になりますとね、これ今まで打ててたとこが打てなくなるんで、まあ、目線をちょっと下げるという程度のことでうちはやってきましたけど、この前の川口がですね、低めに投げようと思ってそこに、いわゆる我々の言う置きに行くというふうな、こういうピッチングをしまして失敗しましたし、やはり力のあるボールが低めに行かないと効果がないということで、まあ低めは狙うけど、それはやはり力のあるボールでなきゃいけないという、こういう認識をみんなが持ったんじゃないかと思うんですけど、ピッチャーの方はね、やはり今までボールに取られたものがストライクになるんですから、その得したといいますか、やはり低めに投げなければというね、そういう意識はものすごく強くなってきてますよね。打者とすればボックス入ったらもうとにかくファーストストライク見逃さずにですよ、タイミング合えば行くという形になっていかないと、瞬く間に追い込まれるということはいっぱい出てくるでしょうね。そうですね、もう一つしかないと思うんですよ、低めに掘れと。もうその一言じゃないかなと思うんですけどね。なるほど、バッターは比較的早く慣れていくんじゃないかと思いますけれども、かなりピッチャーが1割も投げられないんじゃないかなと思いますね、新ストライクゾーンに関しては。私の方は早くから 1,2,3 に付随したですね、まあ、続いた4番5番ということで、もういずれこうなるだろうと思って早くからですね、まあ、スピードのある選手をオーダーに入れるということで、もうすでに対応していますので、ストライクゾーンが低くなればですね、バッテリーを含めてかなり低めからのキャッチャースローイングはきつくなりますので、そういう点では足を絡めた戦法っていうのはかなり良くなるんで、そういう点でありがたいと思います。次のコーナーではキャッチングと審判の視野について見てみよう。ストライクを判定するとき基準にするものは審判によってまちまちだという。ところがキャンプオープン戦の経験では、新ストライクはキャッチャーの捕球の仕方によってジャッジに差が出ると言われている。さらにバウンダーの捕球、盗塁対策とキャッチャーの仕事は増えるばかりである。今までだったら楽に構えてればよかったんだけど、こういうような構えでよかったと思います。ただこれからストライクゾーンが低くなりますので、審判の人に低めをよく、確かめてもらわなきゃいけないので、今の構えよりもちょっと低くゆったり構えなきゃいけないので、今までよりちょっと足を、広げてお尻をやや落とす感じでゆったりして、目標ピッチャーに見せる。取るのもできるだけミットが出ないように、審判の人がミットの位置がはっきり確かめられるぐらいのところで取ったらいいと思います。でランナーが出ても今まで通り、去年までだったら普通に構えて、こんなような感じで行ってたんだけど、これからやっぱり少し低めにも、対応していかなきゃいけないんで、まあ、構え自体はさっき言いました低く構えるのでいいんですけども、やっぱり自分の軸足をしっかり決めといて、それで低くこのまま構えて、こうに出ていけるようになって、そうすれば低めに構えてても、低く自分の体勢が構えてても、スローイングにはそんなに影響がないと。すると今までの放り方っていうのは、構えてても取ってこういうふうに行く人が多かったんだけど、これからは低くなればそれがなかなか自分の構えが低いんでできにくいから、こっから一緒に持っていくように、右手とミットを一緒に持っていくように放るように心がければ、低く構えたからといってセカンドにいいボールが放れないってことは、これはありえないことなんです。こういうような厳しい球はやっぱり、ボールなりにミットが流れてしまうとちょっと外に出て取る位置が低くなってしまうので、
できるだけこれもやっぱり自分がサインを出してくるボールが予測できますので、カーブでもやはりできたら前で取ってあげると、ここで低く見えるよりもここで取った方が審判の人に印象がすごくいいわけですね。だからできるだけあのカーブでも際どいとこは前で取れると、そういうふうにしたらいいと思います。そうすると、今までよりもストライクゾーンが、低くなった、それを十分にあのピッチャーの人のいい球が行かせられるということで、それがキャッチャーの仕事の一つでもあると思うんでね。僕らにしてみればね、すごくボール1個分下がったようなあれですけどね、うん、3つも下がったような感じするわけですね、うん、だからあの今まで以上にね踏み込んで、うん、まあ普通こうレベルに振りますけど、やっぱり今度前と違って今度はアッパースイングになると思うんですよね、うん、で、ね、インローだったらおそらく今でとこの辺の感じになるのかな。今までのストライクってこのぐらいでしょ、いっぱいだったらね、はい、これだったら普通にこうやってレベルに振れるんですけどね、やっぱり下がるとやっぱりどうしてもアッパースイングにならないとやっぱり届かないですね。でただその時にこの早く手首を返すとあのゴロになりやすいですね。だから今度打つ時はあの低めの球を打つ時はやっぱり当たったらそう手首を返さないでそのままあの打つっていう感じですね。まあ、長打にはなりにくいと思いますけどね、うん、我々は野球中継を見ながら審判のジャッジにケチをつけることができる。それはバックスクリーンの横に配置した望遠カメラ、センターカメラのおかげである。しかし残念ながら審判たちはこの画像を見ることができない。審判は一体どんな視野から球筋を睨んでいるのであろうか。審判が使うプロテクターには2種類あります。昔から使われているのがこのプロテクターで、自分の体の中心をホームベースの、あの突端に合わせます。そして両足を広げて腰を落とし、目線は打者の一番高めのゾーンに合わせます。このように内側につけるのがインサイドプロテクターです。これをつけますとやはりアウトサイドと違いまして、体がこれをつけてると言っても非常に危険です。キャッチャーの影に自分の体を置きますと同時に体の中心線はここに自分の中心線を持ってきます。そして左バッターの時にはこちらへ中心線を持ってくると、この分だけ体が若干移動いたします。いずれのプロテクターを使うにせよ、時速百数十キロで飛んでくるボールをこんな窮屈なところから見極めなければならない審判とは実に大変な商売である。まずやっぱり時間早くなるでしょう。まず最初にバッターなんかのもやっぱり落合なんか聞きますとね、やっぱり去年のようにいい球をじっくりマスケースっていうのは非常に少ないなってきますね。やっぱり早めに、つまり失投を見逃さずに打つという形にならないと、追い込まれてからあの低い球っていうのはやっぱどうしても手を出さないのに、ないだからその前に甘い球をヒッティングしようという、そういうやっぱり考えに少し変わってきてると思いますね。やっぱり低く放れるピッチャーっていうのは確実に勝ち星が増えるでしょうし、低く放れない人っていうのはむしろ悪くなりますよね。だからもうそれは歴然としてるでしょうし、バッターはやっぱりあのなんていうんですか、ストライクゾーンを知ってる人、今まででも自分のストライクゾーンを知ってる人はいい成績が出るでしょうし、ストライクゾーンを知らない人は今度余計難しくなるわけですから、やっぱり率が下がるんじゃないですかね。まあ、ピッチャーもね、低めを放ることをかなりこう努力して、まあ、どこのチームもやってると思います。で、まあ、そういうことがこう低めに投げられるようになってくると、まあ、かなり細かい点の取り合いになってくるということは十分予想できますね。これはそうですね、やはりいいピッチャーというのは完投が多くなるんじゃないかと思うんですけどね、どうしてもバッターが追い込まれる前に打ちたいということで早く打ってくるんじゃないかということ、
したがって投球数が少なくて済むんで、今まで8回7回ぐらいで降りてたピッチャーが完投できるとそれぐらいの球数になってくるんじゃないかと思うんですけど、スピーディーなスリリングな試合が多くなりそうですね。まあそのためにこういうねあれを設けたんですからね、そうならないかんと思うんですけどね、なかなか今のところなったりならないなりでね、そういうところですけどね、その低い球を確実に打てるというふうの技術ばっかはおりませんから、やはりあのミスの球を確実に拾っていけばいいんじゃないかなと、そういうことでね、まあ、ワンストライクツーストライクを取られるまでにいい球を打っていけというところの野球に変わるだろうと思いますね。どのように時間が短くなるとかね、そういうあのピッチャーの方が有利になるとか、打者が不利で20勝投手が出るとかいろいろ言われてますけども、まあ、1年間終わってみないとちょっとわからないんじゃないですかね。結論は出ないと、はい、今まで以上にですね、じっくり待って打つというよりもむしろあの試合の中での動き、ヒットエンドラン、盗塁というような機動力を使った野球というのが非常にあの増えてくるんじゃないでしょうかね。したがってそれと同時に早打ちをするということで試合の時間そのものは短縮されるんじゃないかというような気がしますね。あのいいピッチャーいうのはもちろんその変わってくると思いますよ。あの本当にねボール一つ言いますけどね、あっというぐらいまでその取ってる感じがしますからね。だから本当にこういいピッチャーの時にロングヒットというのはねなかなか出にくい感じがするんですね。そしていいピッチャーやなランナーをヨシンバ出したとしてもその無理してそのロングヒッターを歩かそうとあの勝負することなくあの歩かしてそれからダブルプレー狙うとなんていうそういったあのピッチングもできますしね、あのだいぶ変わってくるんじゃないですかね。いやこれはまあ実際に本番始まらなきゃね分かりませんけどね、だけどそれほど大きな変わりようってことはないと思いますよ、ね、変わると思いますね。ただそれが即スピードアップにつながるかどうかということはまあ一概に言えませんけれども、うん、まあ自然的にこの打者はですね、今までより早打ちの傾向になってくると、うん、それと当初はですね、空振りの三振というよりもむしろ見逃しの三振がかなり増えてくるんじゃないかという気がしますよね、うん、変わりますね。まあ、大体10分から15分、まず時間が短縮されるんじゃないかと。だから2時間40分から50分の間にほとんど試合が終わると。昨年は3時間をセパ両リーグとも越しておりましたけれども、だいたい2時間40分から50分前後になるんじゃないかと思いますね。でそれからやはりグラウンダーいわゆるゴロが増えますので、そういう点でゲッツーだとかですね、まあ、スピード感のある守備かなり要求されますけれども、まあ、これも対応しております。アンパイアのその権威だとかね、そういうことに対してはね、このまあこの大きなね、まあ、まあ転換期だと僕らは思ってますしね、まあ、このストライクゾーンをそのもうみんなが簡単にねその変えるというほどはね、それはその市場ではある程度できるんですけどね、実際にやる立場としてはね非常にやっぱり難しいことなんですけどね、ここはやっぱり勇気を持ってねやっぱりやらなきゃしょうがないと思ってます。そういうふうなことは言われてもちょっと困るんですけどね、なるべく少なくいきたいんですけどね、ですけどまあそのアンパイアを信じてもらわなきゃしょうがないじゃないですか。落ちるボールを使いこなせるピッチャーは断然有利であり、20勝投手はよみがえる。ヒットになりにくい低めのボールが増えるため全体的に打率はダウン、3割打者は減る。打者は早打ち、投手は完投が増えるので平均試合時間は15分以上短縮される。内野ゴロの増加で内野手は守備力を問われ、守りのミスが多いチームは苦境に立たされる。低めのボールが増えればキャッチャーのスローイングは苦しくなるため盗塁やエンドランが増える。細かい点の取り方が勝敗を分けるようになり、機動力野球が主流を占める。1点を争うゲームが増えれば1球の判定をめぐるトラブルもまた増える。新ストライクゾーンは順位予想を一層困難なものにする。解説者は今年も頭を痛めることになる。いろいろ出てきましたが、新ストライクゾーンによってですね、今年のプロ野球がどう変わるか、またどう面白くなるか、その辺
お分かりいただけたと思います。しかしストライクゾーンが変わることによってですね、今年はちょっとトラブルになるんじゃないかと僕は思いますね。なぜならば一球、この一球っていうのは大事ですね。そういう時に審判の方もストライクしようかボールしようか迷うこともあると思います。しかし自信を持って判定していただきたいと思います。間違ったらしょうがないね。審判の方よろしくお願いします。富田さんお願いしますよ。4月の開幕日までにですね、全員が作らなくちゃ、リミット決められてるから、その間にみんなが相当の努力をしてですね、誰からも言われないようなですね、立派な正しい土地から施行されるストライクゾーンで判定をすると、もうそれ一言だ。